夕方4時のゆるふわゆんたくのお時間になりました。この番組は毎週水曜の16時から16時30分まで FM ギノワンの知花さんと私パーソナリティのあきら先生でお送りします。番組では皆様からのメッセージを募集しております。あきら先生に聞きたいこと、感想などメールでお送りください。メールアドレスは 797-fm ギノワン .com です。 懸命にユルフわユンタクと書いて、どしどしお送りください。また、FM 技能案は、ラジオだけではなく、ツイキャス、YouTube、リッセンラジオ、マイチューナーラジオからも聞くことができます。ぜひ、皆様の環境に合わせて番組をお楽しみください。お気軽にメッセージを送ってください。お待ちしております。 あきら先生、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。始まりました。第1回目ですね。第一回先生のゆるふわユンタクです。はい。はい。では。よろしくお願いします。宮城県から発信しております。はい、宮城県からズームでの、収録放送となっております。皆様、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。アシスタントのあかりです。ええ、では、あきら先生、あの。 かんえー、自己紹介からお願いしましょうかねそうですね私はですね、えー、宮城県仙台に住んでいて現在は西洋書道カリグラフィーというんですけども<お>アルファベットの美文字のことなんですね、はい、それと足つぼの方を専門にやっていますはいカリグラフィーがちょっと私まだピンときてないんですが、えー、そうなんですよね、はい、あのなかなかですねまだ 一般的に認知度が低いというか、あの、はい、知られていることが少なくてですね。はい。お習字ありますよね。あの書道ですね。はい、はいはい。あれのアルファベット英語バージョンのことなんですけども、はいうん、英文とか単語とかですね、そういう風うなその英文のアルファベットをこう綺麗に美しく。 各スキルのことをまあ西洋書道って言うんですね。うん、あ、そうなんですね。ええ、そうなんですね。西洋書道っていうジャンル自体今回初めて知りました。そうなんですね。<laughs> なかなか認知度が低いんですね。<laughs> はい。はい もう食べ物みたいな名前だなと思いました最初のでのカリグラフィーって横文字で言うとちょっと耳慣れないんですけども、はい、まあその書道東洋の書道と対比して<う>西洋の書道とこうイメージしてもらえると分、まあ、かりやすいかなと思うんですね。はいえー、でこちらなんですけどねまあそれを書いてどうすんのっていうふうな感じなんですけども。 お店とかですね、会社とかのロゴとか看板ありますよね。ははい、はいあと、まあ、初めて会った人によろしくお願いしますって名刺渡したりするじゃないですか、よく。はいはい、でそういうふうな名刺とかの、まあ、ロゴとかデザインですね、その名前、それからですね、近くだとあのアパートとかマンションとかの看板ですね、そのマンション名とかアパート名がそのカリグラフィーの文字で書かれていることが結構多いですね、日本全国。 た多分沖縄でも多分そうだと思うんですけどちょっと注意してみるとそういうふうなところにきれいなアルファベットの文字見つけられるかもしれませんね。なるほどじゃああれですかねこの筆記体なんかこう英語の筆記体みたいなあのはい続け文字とかそういうそもそうですね。なるほど。そうですね。 あの、はい、なんていうんですか黒板アートとかによく使われるようなおしゃれなそうですねはいはい、はい、そうですねそうなんですよで実際にですねまあ描く時はその普通に紙とペンがある、まあ、専用のペンなんですけども、うん、あれば描けるんで<ー>そんなにその大掛かりな道具とか特殊な金が必要とかっていうふうなものではないんですけどもなるほどでもあれですねこう なんかカリグラフィー一つこうできるようになったらこう贈り物を送る時とかお手紙とかいい、ね、メッセージ確認もちょっと一文字だけ書いてもとてもこう映える感じがしますよね。そうですよねあとですねあんまり見ないですけどウェブサイト、まあ、ホームページウェブサイトとかでこう自分の名前とか会社名とかにカリグラフィーを使うとうん、うん、なんか一味違うウェブサイトとしてこう見られるという。うん、う確かかにそうですねなんか ここで差別化できると思うとなんか自分もこう一石二鳥というか気分上がるし目線も違うしっていう感じがします個人からあの会社さんまで幅広く利用できるスキルですね。はいはい、なるほどカリグラフィーについてちょっとまたお話聞けたらと思います。はいは えでは自己紹介ちょっとお続きお願いしますすいますすせんあそうですねそれでですね足つぼとかそのボディケアの方なんですけども、はい、あの私ですね、まあ、若い時にちょっと中国中国語を勉強したくてちょっと中国の方に留学したんですね。はいはい、でその時はまあ最当初はその当面の中国語の勉強というふうなものを目標にして勉強してたんですけども、まあちらの大学なんですけどね大学の方に留学しまして中国語の方を勉強してたんです。 中国語を勉強しているうちに、まあ、あのふらふら動くわけですよね、その留学生ということで街っていろんなその中国の,その風景事情を見るわけですけどそうするとその日本ではあまりないんですけど中国ではですね美容院ありますよねあの髪がきれいにする美容院とそのマッサージ日本でいうマッサージとかが一体になっているところが多いんですね。 あそうなんですねイメージないですねでイメージないですよね、うんあの、ちょっと業態が違うんですけど、はい、その美容業美美容、美容業ですよね、日本でいうその美容師さんだから、美容室、その紙ところには、ただ髪切るっていうふうな目的もあるんですけど、その美容院とマッサージと、日本でいうエステですね、そのフェイシャルエステとか、そういうふうなエステティックの、まあ、スキルですね、うんうん、そこらへんが一体となっている美容院っていうのが普通なんですよね、中国では。 はあ、そうなんですね、うん、日本では別々じゃないですかそれぞれうん、うん、マッサージはマッサージエステはエステ美容院は美容院ってなってるんですけど中国の場合はそれが一体となっている店が非常に多くてですね、うん、でその髪はやっぱり伸びるからまあイエス髪切りに行くわけですよねその中国にいる時にはい、はい、でそうするとその脇っていうかその,その同じその店内の中でこうマッサージをやったりする人もいたりうん、うん、あと最近では フェイシャルも含めてなんでしょうけど女性の方でエステあネイルありますよね爪ネイルネイルをやったりしているような風景もちょっと普通に見られてですね<ー>ここは何髪切りに来てんのそれとマッサージに来てんのみたいな感じの意識になるんですよね日本人としてはな,るほどなんですけどうん、うん、中国ではなんかそれが普通みたいな感じでへ面白い文化ですねそうなんですようん、うん、それで そのたまたまそのマッサージを受けたときにすげえなと思ったのが、うんそのあ、今は生活習慣病というんですけど、まあ、俗に言う糖尿病ですよね、うん、で多いじゃないですか、はいはい、日本人も含めて、その糖尿病ね、うんうん、でその足つぼマッサージで、中国では糖尿病を治してるんですね。 ほそうなんですね。それを見た時にすごい衝撃で、<ー>えー、なんでこんなに治るのみたいな。はいはい、そういう、そ、意識になるわけですよ。糖尿病なんか非常に多いし、予備軍、多いじゃないですか、日本でもね。そうですよ。で、その、普通のマッサージで、その、例えば肩が痛い、腰が痛い、を、こう、解消する、改善するっていうのはわかるんですけど。うん、足つぼで、その全身の、その。 あ体の痛みとか不調を治したりそういうふうな糖尿病みたいな病気を治すっていうふうなことを知ったことがですねすごく衝撃的でしてはい、はい、ああこれすごいなと思って私もちょっと勉強してみようかなと思ったのがちょっとこの足つぼの方に入るきっかけだったんですね。ちなみにこの美容院って女性と男性通う場所って違うイメージがあるんですが日本だと。 そうですね、すね<え>はいはいはい、<今>男性は床屋に行って、女性がその美容院って感じですよね。なんですけど、中国はなんかどっちもいますね。さすがに男の人はネイルとかはしませんけど、うんうん、ネイルとかフェイシャルは女性専門ですけど、一つの美容院にやっぱり女性も男性も来ますね、いましたね、はあ、そういえば。 なんかすごいこの気軽に行ける感じがしていいですね、はい、その風情そうですね、中国のある程度都市部の人ですけどね、田舎に行けば本当に床屋さんしかないみたいなところ、まだいっぱいあるんですけど、はいはい、都市部だとそういうふうな、まあ、日本でいう美容室、美容院、まあたくさんありますね。へそそううなんでですねでそこでこう、はい えっと、フットケアについて学ばれて、そについて勉強したんですねすごい技術でしてね、まあうん、足を見るだけでその全身が治るとか、改善するっていうふうなことを受けて、うんうん、なんかすごく気持ちいいんですけど、うん、日本だとあんまり痛い。 痛いのがその激痛が走るようなマッサージっていうのはあまり歓迎されないのではい、はい、その痛気持ちいい程度の、まあ、力具合ですよねそこら辺でこう揉んでいくことが多いんですけど、うん、リラックゼーションリラックスすることもできるし、まあ、体の,その健全に保つという健康面ですねそういうふうな部分で癒しの部分も含まれていると考えてます。 このね、今回アキラ先生はあの3本の柱を軸に、えーとはい、番組を運営されてい、はい、作っていかれるので、ええ、ててじゃあちょっと今こっちで一旦まとめましょうか、はい、まず1本目が先ほどおっしゃってたカリグラフィーについて 2>,、はい、で2本目の柱が今おっしゃってたこのボディーケアだったりについて、はい、じゃあ3本目最後の柱について教えてください。はいえー、と沖縄の食 沖縄の食文化について非常にです、ね、興味関心がありましてですね、うん、まあそちらの沖縄の食の方面でもいろいろ今後ゲストコーナーを作っていろんなその食に関する方たちを呼んでお話を聞いていきたいなと思ってます、はい、というのもですね。ね、あのーうん、私、あのー まあ沖縄大好きでその沖縄の文化とか歴史とか食とか大好きで非常にこ興味を持ってましてはい、はい、宮城県の仙台にいるんですけど、うん、その沖縄の料理を勉強したくてその沖縄の方の調理師学校に私行ったんですね宮城から沖縄の調理師学校にですね、えー、そうなんです <laughs> なのでの調理師の勉強を持ってるんですね <laughs> あそうなんですねそうなんですで沖縄県の調理師学校はやっぱりまあ地元だけあってその、うん、和食と といういり日本料理のくくりもあるんですけどそれとは別にそれそれが受けたくてそれは沖縄県じゃなきゃダメなんですよ岐阜県とか山口県じゃダメなんですそれはなのでわざわざ沖縄に行って勉強してまあ,あの資格取ったんですけど<ー>そういうふうな意味でその沖縄の食ですね非常にこう幅広くあの興味がありまして琉球料理あの伝統あってすごく美味しくて。うん だけど作るのがちょっと難しくて、うん。 みたいな部分もあってですね。だって庶民的な沖縄料理と宮廷料理って全く違いますもんね。違うんですよね。違うんですけど、普段沖縄そばとか食べてるじゃないですか。あのジンバブイ豆腐とかね。ああいうのも基本的にはその琉球料理の宮廷料理の流れから来てるものなので、そういった意味でものすごく沖縄が羨ましいですよね。超すぐすぐその辺にそのそば屋さんがあるじゃないですか。相当日本では考えられない考えられないですからね。非常に売れます。 ですえー、じゃあこう仙台と沖縄について比較しながらちょっとまたお話ししきそうですね。そう,ですねそういった意味では、えーそうですね、沖縄はあるあるじゃないけどあのどっちのことも少しこうあのつあの知っている人間としてはうん、うん、沖縄に非常に憧れつつもこっちには祖うなのは全くないんだよみたいなことも多分あると思うんで<ー>そこら辺も比較しつつですね比較って言ったら変なんですけども、まあ、ひ幅広く紹介していけたらと思ってまして。はいであ<の>、うん 沖縄のお菓子あるじゃないあのお土産としてのお菓子みたいなのももちろんあるんだけど、そのチースコとか、ベニーモザルトとかはい、はい、有名どころではそ遊なのあるじゃないですか。うんはい、でそれとは別にその、えー、ななん,なんていうかな、その沖縄に行かないと買えない、沖縄に行かないとちょっと食べれないっていうふうなものは、うん、やっぱちょっと沖縄多くてですね。ほうほうそういういうな あまあそのお店をやっている人とかですね、ある,あるいは会社とかですね、え例えばですけど、のありあのアガラサとか知ってますか？アガラサ聞いたことあります。はい、アガラサは種類のえっと黒糖蒸しパンみたいなお菓子で、あ<ー>はいは,いはいはいはい。私あれがすごい大好きで。 あのポーポー、ポーポーって知ってますか？ポーポーわかりますか？沖ああ美味しいですよね。はそうですね美味しいですよね。ポーポー私三時のおやつにおばあちゃんの家でおばあちゃんの家が修理にああるんですけど。あそうなんですか？はいそうそうでおばあちゃんの家に行ったらこの沖縄料理のこの例えばあのめんチャンプルーとかもあのおやつで出されたりとか。出すでそうおやつで。はいでもなんか家庭によって具が全然違うくて。 私のおばあちゃんはもうシーチキンとニラだけのすごいシンプルなそうめんチャンプルーなので、ね、そうおやつになっててんかこういう思いんか思い出を引き出しながら番組進行できそうで楽しみです,いいです、ね、ちなみに長澤さん、ね、そうですねあきら先生はあのさっきちょっと結構重大発表聞いちゃったんですけどこの沖縄 沖縄にこう移住も考えられている。あ,あ、そうなん、そうなん、そうですよ、ね。沖縄大好きですから。はい、はい、そうなんです。ですからですね、そういった意味で、その、この、まあ。宜野湾局を含めてですね、広く沖縄の人と知り合いになりたいと思って。っていうふうな部分もありまして、うん、ちょっと。まあ、宜野湾さんの方にね、たまたま、あの、縁があってですね。こう、深いなラジオやらせていただくことになります。はいうん よろしくお願いしますね。本当メッセージ待ってますんでい<や>、797アットマーク fm ギノワンドットコムまでどしどしお送りください。はい。 皆様ぜひ沖縄についてとかね。よいああ全然 OK ですね。うんうん、いや私もなんか最近扁、はい、平足で悩みがちだったのでそうなんですかあのですね扁、うん、平足の人ってあの全般的な傾向ですよほいほい腰痛になりやすいですね<え>腰痛みやすいです。 でもさらそれに拍車をかける感じなんですけど、私飲食店でもアルバイトをしていて、なんか洗い物ってすごい腰、中腰でそう腰曲げるので、いやその予感します。結構辛いですよね。ですよね。そうなんですよ私が今二十六なんですけど、なんかあの三十ぐらいからまたなんか体変わり始めるから気をつけろよ。ありあのですね。 まあ、沖縄の食とも関係するんですけど、薬分、はい、って言葉、ご存知ですかいや分からないです。薬分、まあ、っても食べるものは、まあ、薬という風な意味で、その移植同源って言葉あるんですけど、うん、あの口から入るものですね、あのうん、食べ物です、要は、食べ物と薬っていうのは同じ源なんですよ。<ー>なので、体に入るものとして、薬として摂取した場合も、うんうん、食べ物として、まあ、料理として口から摂取した場合も、同じように体の中で抗生物質か、体の構成なあの 構成的にこう細胞にこうよく働くという意味で、ですねうん、うん、沖縄にはです、ね、ヌッチングスイという,ふうな言葉があります。あ<ー>それは、まあそね、異食同源という中国の語行思想、中国医薬の方から来ている言葉なんですけども。うんうん 沖縄ってどうしてもそのまあ明の時代から札幌の関係で沖縄その中国との関係は非常に深いじゃないですかうん、うん、だから料理もですねやっぱりその中国の影響って受けてるんですね、うん、沖縄独自の独自に発展してきたものもも,もちろんあるんですけど中国からの影響ももちろん受けていてうん、うん、そういうふうな意味では,味で,はですね中国料理とまたまあ その似ているというかな、ルーツがこう似ているっていう風な部分があるんですね、特にあの福建省、上海のすぐ下のあたりなんですけれども、うんうん、そこら辺の文化がありまして、あの那覇に、県庁から少し10分ぐらい歩いたところなんでしょうけど、福州園ってあのあご存知ですか、はい、分かります中国庭園。こ、はい、れはあの福州園の福州っていうのは、福建省の省都が福州市っていうところなんですけど、うんうん、その名前です。そうですね、なので ナハと、まあ、ナハとっていうのは、沖縄と中国で非常に関係が深いんですよね。うんうん、ねそういった意味でも、も私ちょっと中国にいましたので、非常にこう。うんうん 沖縄アイラフ沖縄で非常に注目している地域で <laughs>、はい、いやそうなんですねじゃあもう移住も待ち遠しいですかその前に足がかりとしてというかこうラジオを通してこの沖縄の皆さんと交流がね,ね,ねぜひいっぱい知り合いたいですね、はい、もうぜひなんかあの今年中にまた遊びに来る機会とかあったらいいですよねあ,ありますねちょうど秋ぐらいに行く予定を立ててましてですね 行、えーまあ、ったらちょっといろいろ沖縄料理また食べまくりたいと思うんですけど <laughs> 今うらやましいと思っているのはですね、はい、沖縄の人はですねその辺にあのユニオンとかパン,ンあるじゃないですかはい、はい、でそこのお惣菜コーナーに行くとその普通にそのご焼チサンプルとかそのイカスミ豆腐とか沖縄そばとか売ってるじゃないですかはいまは味、はい、豆腐とかね,ねあれがもう私からするとうらやましいんですよえー、そうなんですか。の <laughs> のスーパーパなないですよねはそんか とかはあるんですけど、沖縄のものってないんですよね、確かになかなか。でも島豆腐ないのはちょっと不便するなって思います。不便なんですよね。<laughs> もう、島だと、こっちで、あの、あれですよ、ゴーヤーつったら、本当もうキュウリみたいですからね。<ー>それ、ゴーヤさゃないみたいな。<laughs> <laughs> そっか、そんな、なんかこうだから、ね。沖縄の人の当たり前が非常に羨ましいんですよ。<ー>今、私からすると。 うん、いろいろと話聞きたいですよね。面白いですね、なんかスーパーには如実に現れそうですね。この地域性が。はい、はい、はい。そうです。食材ね。いいですね。え、では、では。ちょっと一旦 CM 入りましょうか。そうですね。一旦 CM にお願いします。はい。 ギノアンヒルズ通り救命デイゴ通りにはいろんなお店がショッピングカフェ飲食雑貨そして絶景の夜景スポット新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通りステ天間宮から伊佐交差点へとつながる坂道宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね美しさを体の中から変えていく新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート ヨークでは1人1人に合わせた施術を行います西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを美容針り・鍼灸治療なら「イノワン神経整体・鍼灸・生態」おばあさんが川で洗濯をしていると川上から大きなマンゴーがマンゴーおじいさんは光る竹を切ってみるとそこにはマンゴーがマンゴーそんなに言ったらマンゴーを食べたくなっちゃうよマンゴーを食べたくなったら090。 三七九二五二八一、中地フルーツファーム。はい、では引き続き、ラジオ番組をお楽しみください。はい、あきら先生の夕方四時のゆるふわゆんたくです。はい、タイトルコールもお願いいたします。はい。はい。すいません。はい。<laughs> 初回っぽい。四時のゆるふわゆん。ね、はい、初回っぽいですね。はい、初回です。すみません。<laughs> 緊張してドキドキなんですよ、ね。<laughs> 今でも。 いやいや、でもさっきの沖縄話がすごい面白かったからこう、うかね、これからがすごい。楽しみです,ですよ。いや,いやいや、ありがとうございます。それに。沖縄の方はメッセージ送ってください。ね、ぜひ、皆さんも、あきら先生、すごいこの知識の幅が広そうな予感が。いや,い,やい,いや、楽しいですね。すえ、しかも。ちなみ、ちなみになんですけど、この。はい。 明先生がこの番組をやりたいと言ってくれたときに、ちょっとある企画をされたいっていうふうにおっしゃってて、はい、その企画について発表をお願いします。はいはい、ああ、そうなんですね。えっ、ー、とですね、まあ、あの私あの、足つぼの方をやってるって言いましたけど、まあ、ちょっと以前になるんですけども、うん、足つぼのほの,あの足つぼマッサージの方でですね、私、本を7冊書いてるんですね。7冊で、まあ、あのいい1つだけ。 あとの6冊がそのシリーズものとしてあの、ボリューム1からボリューム6までで6冊シリーズものがあるんですけれども、はい、そのシリーズものの本ですね、視聴者プレゼントとしてリスン、リスナープレゼントとしてですね、はい、あのメールでですねあの懸命にゆるふわゆんたく宛てで、プレゼント、まあ、本のプレゼントなんですけれども、うん 私がそのカリグラフィーで美しくですね、あなたの,、まあ、あの応募してくれた方のですね、はい、お名前を本にこう署名をしてプレゼントするっていう企画をこう考えてまして、いいで,す、ねはいはい、でそのプレゼントを欲しいっていうほど、先着というか抽選中になるんですけど、はい、その本が欲しい、私の本がちょっと見てみたいなと思った方はですね、うん 今からあのプレゼントのキーワードを発表しますので、はい、そのキーワードをですねメールアドレスの中、メールアドレス、メールするときに必ずあのキーワードと書いて、はい、えください。そのキーワードを発表します。はいえー、沖縄そば。 沖縄そば。はい。今日の。そう、沖縄そばです。第一回目は。はい。これ毎回、あのプレゼント企画の時に、毎回変えていきますので。ぜひ、最後まで、しっかり聞いておいてくださいね。ぜひ、ぜひ、皆さん、よろしくお願いいたします。はい。では、もう、番組も終盤に入ってきました。残り、え三分となっておりますが。来週、来週、お送りする内容について、ちょっと紹介いただけたら。そうですね。来週の、ですね。あの。 ボディケア、体のケアについてですね、来週はちょっとお話ししようかなと思いますので、うん、あの例えばですね、今お聞きのリスナーさんが、ここがこう悩んでるとか、最近こういうふうな不調があるとかですね、もしありましたらですね、メッセージの方をお寄せください。うん、私でわかるファン、はい でお答えしていけると思いますので、はい、ぜひよろしくお願いします、はい、プレゼント企画も合わせてメッセージもどしどし募集しておりますので皆様よろしくお願いします、はい、よろしくお願いしますはい、えー、私も今もですね、うん、あのゲストコーナーみたいなのを作ってですねまあ、先ほども言ったんですけどうん、うん、その まあ、沖縄でこう活動されているお店とかですね、サービスの、うん、もやられている方ですね、そういうふうな人を、まあ、もしよ,よ,よければですね、うんうん、ゲストとして呼んでお話を伺っていきたいとも考えておりますはいではその場合、この FM 宜野湾お近くにお住まいの方は、宜野湾に来てもらって、こちらからら、えー、先生とズームでつないでこう収録とか生放送とか、そうい感じですね。 はい、なので、こう出演に興味がある人も、ぜひお気軽にお申し付けください。ね、はい、f m エムワンまでメッセージをお寄せください。はい、お願いします。では、最後にもう一度、あのー、メールアドレス、言っておきましょうか、はい。そうですね。メールアドレスを申し上げます。七九七アットマーク、f m エムワンドットコム。七九七アットマーク、f m エムワンドットコム。店名にゆるふわゆんぱくと書いて、どしどしお送りください。 はい、えー、では、お相手は、えー、アシスタントあかりと、えー。パーソナリティのあきら先生でした。はい、皆さん、ありがとうございました。来週。ありがとうございます。よろしくお願いします。来週も聞きください。はい、よろしくお願いします。失礼します。